様こんにちは、岸田川です。令和元年2019年12月12日木曜日、お昼12時16分です。こんにちは。舞鶴若狭自動車道の南行き、横川ジャンクション向き三田西インターチェンジから乗ってきました。もう間もなく、もう三田西が終点の一個手前なんで、もうあと3キロほどでね、横川ジャンクション入りましたら中国道に接続し、舞鶴若狭自動車道終わりになります。その手前に最後の往生際で上荒川というパーキングエリア、お駐車スペースとトイレくらいしかないんちゃうかな。自販機もあるかもしれませんが、上荒川のパーキングエリアが最後のパーキングエリアになります。まあ、横川ジャンクション入りまして、大阪方面向きましたらすぐに赤松のパーキングサービスエリアか、赤松がございます。まあ、売店行ったり何か食べたいとか、あとかなり台数を置ける広いサービスエリアになってますので、まあ上荒川で無理して止めなくてもいいのかなと思います。その岡山方面はね、次どこにあるんかな、ちょっとどこやったかな、滝の社か、横川ジャンクションから滝の社やったらちょっと距離あるかもしれませんね。20キロくらいあるかな。あんまりちょっと適当なことを言いませんけれども、横川ジャンクション1キロ先、横川ジャンクションです。右側が中国道横川津山、岡山ですね、津山やったらあっち方面、左側が、中国道大阪向き、あと新名神という高速道路を新たにできました新名神と、あとちょっと戻ったらね、神戸ジャンクションで山陽道にも行けます。まもなく分岐を左方向です。横川ジャンクション、右のみが岡山方面行き、左の車線が、大阪方面行き、東向きですね。はい、こちらの道路はこの合流のところでね、この2車線今あるように見えて、もうすぐ1車線になりますので、これ早めに右にいないとね、後ろから抜きに来た車がかぶしてそのまんまぼーっとしてたら、もうこっち右に出られへんわってなって進路妨害受けて、もう大変なことになるんで、まあ後ろの様子見ながら早めに車線変更した方がいいかと思われます。中国道の本線に合流いたしました。合流しますとすぐ1キロで赤松のパーキングサービスエリアございます。まあガソリンスタンドのマークまでないんでサービスエリアとまでは言えないんですが、赤松パーキングエリアと言いましても、非常に魅力的な食堂がございまして、レストラン機能素晴らしく充実しておるので、パーキングというよりはサービスエリアかなみたいな。まあ、西宮ラジオまで行きますとレストランもあるしガソリンスタンドもあるということで、そういったものを今回サービスエリアと呼んで、ガソリンスタンドまでないよっていうところはパーキングエリアみたいなことになるんですが、まあ赤松ぐらいのこの規模の大きさからしてね、売店だけじゃなくてレストランもきっちりありますし、台数もめちゃくちゃ置けると、西宮ラジオのサービスエリアよりもこっちの方が広いと、まあそれぐらいの規模がありますので、ガソリンスタンドはありませんけれどもサービスエリアみたいなもんだなと。はい、赤松の、パーキングから合流してまいります。ご注意ください。一番左がトラックレーン、
つものパターンで帰りますか。中国道帰ってもいいんですけどね、どうしようかな。12時21分か、12時21分、どこから帰っても混んでないから別に山攻めなくてもいいよな。とはいえ山行くかみたいな気分だけですね。はい、神戸三田降りまして、6号北有料道路から、阪神高速7号北神戸線に入り、そこからまた今度、6号有料道路の方に抜けまして、山を下って3号神戸線に出て、神戸線で帰りたいと思います、大阪に。はい、中国道東行き神戸三田出口です。この先神戸三田インター、注意してください。こちら入り口もありますんで、神戸三田インターです。出口まもなく料金所です。料金所出られて左手が、三田の市街地、右手が有料道路方面になります。その先右方向です。左はね、三田市街地、ウッディタウンとかフラワータウンとか書いてあります。で、右側が6号北有料道路、阪神高速北神戸線に接続していくことになります。この先ね、ここがややこしいんですよ。これこの止まれね、車連なってきたらしばらく途切れへんかったりして、いつまでも行けないみたいな、そんな感じになります。で、もうあのミラーぐらいでしか見られへんのでね、止まれ、しっかり止まってやって、来てなかったら速やかに行きましょう。で、6号北有料道路の入り口です。6号北有料道路の神戸三田からの入り口です。で、合流区間 もうこんだけしかないんですよ。ご注意ください。来てるかどうかしっかり見てね、入っていただいて。そして道がまあボコボコしてるんですよね。この辺りはね、震災やったか台風やったかどっちやったか忘れましたけど、あれでやられてない場所なんで、道路汚いままですね。この先ね、だいぶ綺麗になるんですが、半年か1年か長いこと通行止めになってました。土砂崩れかな、何か、とりあえず災害でね、道路ダメになったんですよ、1回ね。そんなこともありまして、この先は綺麗になってる区間は全部こう工事で通行止めにしてやり替えた区間がございます。はい、この区間制限速度60キロです。60キロ。あとね、警察も速度取り締まり結構やってるそうなんで、私まだ見たことないんですが、結構やってるらしいんですよ。だもんで、空いてるように見えるからといって飛ばさない方がよろしいかなと。あとね、6号の思いっきり山奥なんで、冬場ですと雪がなくても、凍ってブラックアイスバーンみたいになってたら怖いねみたいな、ないとも限らないんで、お気をつけください。およそ2キロ先料金所です。6号の山はね、この阪神エリアの中でもまあ寒いところの一つです。他にもっと寒いところあるっちゃあるけれども、どうだろう、下手したら大阪が氷点下かな、どうかなって、0度0度ぐらいの時にこの辺マイナス10度ぐらいやったりとかあると思います、ね、西宮北とかね、西宮山口とかで、この六甲とかこの辺は大阪の市内よりも、まあ、5度ぐらいは軽く低いですね、気温として。5度から10度違いますからね。0度で寒い寒い言うて、雪積もってたわとか言って言うて、こっち来たらもう、本当に、バナナで釘が打てるよみたいな、そんな世界ですね。およそ1キロ先、料金所です。道路進んでおります。大沢インターチェンジ 500m 先と書いてますね。まもなく
料金所です。出口出られますと道の駅あるみたいですね。まだ行ったことないな。フルーツフラワーパーク、なんか良さげな名前がついてますよね。はい、6号北有料道路の大沢の料金所です。これを抜けると2車線、一応まだ60キロなんですが、ここから綺麗ですよね。この辺がね、多分土砂崩れかなんかでやられて、ずっとね、もう本当に1ヶ月、2ヶ月で復興するかなと思ってたんですが、半年、1年はかかってないかもしらんけれども、半年ぐらいは通行止めやったと思いますね。この道路ね、中国道から神戸、三宮とかあっちの方に抜けてきたよっていう時に、南北に抜ける数少ない道路なんで貴重なんですよね。ここ通れないってなると、まあ迂回が大変でした。神戸から中国道に入りたいよとかいう時とかで、どうやって行ったのかしらみたいな。はい、ここから山陽道神戸北入り口ございます。つまり中国道神戸三田で行かなくても、ぐるっと回って山陽道1回入ってから一発目の出口神戸北で出れば、ここに行ってこれる。新しいルートでご案内します。6号北有料道路が工事してあったりとか、まあ、通行止めしてたりしたら、その区間は山陽道の方で回ることによって迂回できたりはします。まあ、ちょっとややこしいことは言わんときましょうか。今現在60キロの制限速度になっておりますが、しばらく走ったらどっからかな、70キロに変わりますんでね、またちょっと変わるところまで来たらお知らせいたします。はい、ここは吉尾ランプ。はい、ここ70キロで書いてますね。もうね、いつからやねん、ここから買いみたいな。もっと手前に書いてましたっけ。動画を上げるときに、ちょっと編集のときに、もし手前に看板上がっているようでしたら、ここからですよということでお知らせしますので、はい、吉尾ランプ。出口も入り口もございます。割に制限速度70キロと高いんでね、高速道路みたいなスピードで走れるので、心地は悪いですよね。私左側は通ったことありません。通れるんかどうかもちょっと分かりません。先輩にこの道を教えていただいたときに、右側は阪神高速入りなさいということで教わってますんで、それはすなわち、こういう大型トラックやトレーラーが通れない道である可能性もあります。 なんで右なんやというのはそこまで突っ込んで聞いてないんで、ちょっと分かりません。まあ調べたらいいんですけれどもね、調べないんでとりあえず
私としましては必要がなければ、私にとって必要がなければ調べませんので、もしよかったら皆さんお調べになってください。私は多分ね、配達先がそこにないと思うんですよね、これ左行ったところで。なので調べる必要今後もないのかなと。まもなく分岐を右方向です。工事中、あんま工事かな。阪神高速7号北神戸線右手、そして左手が6号有料道路です。結局ね、私のルートといたしましては7号北神戸線唐戸東まで行きまして、唐戸東で降りて、降りた先から6号有料道路入るんですよ。これ6号北有料道路って書いてあるな。6号北じゃないです、私行く方6号有料道路行きますので、それでこっちなんやな。6号有料道路やったらもう阪神高速入らずにそのまま行ったらいいんちゃうのってちょっと思ってたんですが、6号北有料道路ですね。今まで走ってた道路の延長線上か。そうかそうか。はい、柳谷の料金所、ここから阪神高速7号北神戸線になります。7号北神戸線今のところ制限速度60キロとなってますね。そのうち70キロに上がるんだと思います。まあ、今現在のところは60キロで走ってください。はい、唐戸東4キロ、美濃谷が11キロです。美濃谷から新神戸トンネル降りますと阪神高速3号神戸線生田川に出たのかな。渋滞してなかったらそっちでもいいよな。あのトンネルがね、まあまあ混むんですよ、渋滞がね。その渋滞情報ちょっと調べてないんですよ。出発前に交通情報を調べていけばよかったんですが、はい、今工事区間終了のところからも70キロというふうに制限速度出ておりましたね。阪神高速7号北神戸線に入りました。制限速度70キロの道路です。神戸方面に向かって走ってます。山を降りていくような感じですかね。で、その美濃谷まで行って美濃谷からトンネルを降りてくるルート、まだ1回も私皆さんにご紹介してないので、そっちから行ってもいいんやけど、どうかな。今現在12時34分、渋滞が始まってないような時間帯やから行ったのかなっていう気もしてるんですが、ね、12月12日木曜日平日なので、日中はまあ終日生田川と前の間が渋滞してるのかなっていう気もしますが、まあ、新神戸トンネルが渋滞してなきゃいいかぐらいの感じで突っ込んでみましょうか。新神戸トンネル何が厄介ってね、出口が例えば 200m でも渋滞してたら、そんなもん5分あったら抜けるやろうって思うでしょう。違うんですよ、信号変わってもね、5台ずつとかしか行かん場合があるんで、その 200m の渋滞で信号5回も6回も引っかかるとなると、めちゃくちゃ時間かかるんですよ、抜けるのに。だからあんまりね、道路状況調べもせんとそっち行きたくないんですけれども、どうしようかな。6号ね、下った方が6号の山頂から海を見下ろす景色素晴らしいんで、そっちを通ろうかなと思ったんですが、もうそっちでもう3回も4回も多分ご紹介しているんで、美濃谷まで行っちゃうかな。あかんか、生田川柳原渋滞4キロ。あ、でも反対方向やね。よかったよかった。柳原から生田川で渋滞4キロということは、西向きの姫路方向に向いた方が
渋滞4キロということですね。生田川までやからどうかな、料金所のあたりまで渋滞がつながってるとしたらちょっといやらしいけれども、はい、いつも私が行っているあの六甲有料道路はこの唐戸東というところを降りて六甲山と書いてあるからそっち側に降りていくんですが、ちょっと試しに行ってみますか。もう別に急いで帰ることないので、あともう今日はもうこんな時間で仕事終わってますんで、ゆっくり帰るだけなんで、ちょっともう渋滞突っ込んでもいいやっていう感じで行ってみましょうか。はい、美濃谷にこのまま突入いたします。美濃谷まで行きまして、32号かな、ちょっと番号をちゃんと確かめると分かりません。32号やったと思いますが、新神戸トンネル、阪神高速なんですけどね、そちらを下りまして8キロほどあります。長いトンネルです。非常にかなり長いトンネルなんですが、8キロほど下りますと生田川に出ますから、生田川から阪神高速3号神戸線、右に行けば姫路、左に行けば大阪みたいな、まあどっち方向にも行けますよということで、3号神戸線目指します。はい、今現在阪神高速7号北神戸線、神戸方面行きですね。神戸方面行きで、制限速度70キロの道路です。主に特に減速区間、一部の区間除きまして70キロです。ほとんどの区間が80キロになることもまあありません。70キロですね。ちょっとね、60キロのところあったかな、多分ね60キロのところもないと思いますけどね、ちょっと未確認情報なんで、また全線通しで走れるときあったらまた詳しい情報をご紹介したいと思います。この先合流があります、注意してください。一応通しで走ってるんですが、まあちょっと一旦入れましょうか。はい、皆様こんにちは、キスジャガーです。令和元年の2019年12月12日木曜日、12時38分です。こんにちは。動画をね、中国道からずっと走ってきておるんですが、まあ、この辺でブツッとぶち切って新神戸トンネルだけをお伝えする短い動画を編集しようかななんて言った時に、その編集ポイント欲しかったんで、ちょっとご挨拶と時刻挟んでみました。はい、今現在阪神高速7号北神戸線、神戸姫路方面向きで走っております。中国道の方から来ましたんで、下っております。神戸の方にね、でこの7号北神戸線、最終的なところまでは行きません。第二神明とかあっちの方までは行きません。もうあと 2.5 キロほどで分岐がありますが、美濃谷というところで一旦出まして、阪神高速の32号新神戸トンネルというところを下っていきたいと思います。そのトンネルね、8キロぐらい、8000メーターぐらいあるんですよ。ちょっと長いトンネルなんですが、それ下り切りますと、阪神高速3号神戸線の、生田川 の、 インターチェンジ出ます。そちらまで出ます。国道2号線に出るんですけどね、3号の神戸線生田川の入り口は姫路方面にも大阪方面にも東西どちらにも行けますんで、まあ覚えていただいてもいいのかなと思っております。とりあえず問題はね、トンネルの出口の渋滞が一
体何メーターの渋滞なのかって、そこだけですよね、もうこのルートをお伝えするにあたってね。この8000メーターほど の長いトンネル、まあ、走り心地そんなに悪くないんですが、最後の出口から200メーター、400メーター、そういう短い渋滞でも非常にダメージ受けます。本当に出口の国道2号線のね、渋滞じゃない、信号がね、何台かずつしか行かないんですよね。5台か10台しか行かないとなると、200メーターの渋滞っていうのもね、信号も本当に5回も6回も待たないかっていうか、ちょっと進んではちょっと止まり、ちょっと進んでは止まりみたいなことになります。はい、美濃谷出口、阪神高速7号の北神戸線美濃谷出口出ます。このトンネル制限速度40キロやったかな。ご注意ください、冬場とか凍結ご注意ください。こんだけ下り込んでる上にこのカーブです。これつるんと行くとすぐ壁に持っていかれますのでお気をつけください。ほんで、まあここ難所越えたわと、ここでまだ安心しないでください。もう一発すごい下り坂と右カーブ待ってますんでね、もう一発この下に見えておりますこのカーブやり過ごすまではちょっと気を抜かないでください。オーバースピードで行きますと雨上がりとか、もうなんせ凍結とか雪が降ってるよとかいう時はもう絶対スピードを出さないでくださいね。まあこのぐらいのスピードで十分曲がれます。はい、新神戸トンネルの料金所、この阪神高速7号北神戸線からは料金所ございません。あっちの美濃谷 の一般道から来られる方はあちらから料金所通って入ってきていただくっていう感じですね。何メーターかちょっと見るの忘れました、すみません。はい、新神戸トンネル32号の新神戸トンネル入りました。制限速度ずっと60キロです。あとね、このトンネルを走る場合はもう AM でも FM でもいいので、チャンネルを別にどこに合わせなくてもいいので、ラジオのスイッチだけ入れといてあげると、トンネルの中で何か異変が起きた時には強制的に電波割り込んでくるというかカップしてきますんでね、トンネル内で事故がありましたとか言ったらもう速報的に強制でラジオの電波乗っ取られまして、知らせてくれるんですよ。ただスイッチ入れてないと放送、勝手にスイッチまで立ち上げてくれないんで、非常に長いトンネルなんでね、例えばこの中で事故されて車両火災でもしてるとか言ったらもう命の危険になってくるんで、そうなると今度は、もう爆発でもされたりしたら逃げ場がないんでね、こんなとこでされると。だから情報を取られた方がいいと思います。こんなん言いながら私今現在ラジオの電源入れておりませんが、入れられた方がいいかと思います。トンネルのね、この明かりっていうかこの逆光みたいなことになって、窓に私の自分の姿がこのカメラ映り込んでるの嫌やわっていつも思いながらトンネル走るんですけどね。8000メーターもあるとずっと字幕を出して私の姿を隠すみたいな、もう8キロもの間ずっと10分ぐらいずっと字幕出しっぱなしっていうわけにいかないので、ちょっと嫌な感じですけどね。一応私がこういう YouTube を作成してるよとかいうことは家族ぐらいは知ってますけどね、わざわざ会社とかにインフラしたりしてないんでね、こそっとやってて、別に知り合いとかにチャンネル登録してくるとかそんなこと一切やってないので、あれです、顔出しも しませんし、匿名でやっておるんですけどね、
まあ、出たらいかんいうこともないけれども、わざわざ醜い姿を晒すこともないのかなということで、顔出しはしておりません。まあ、女の子とかやったらね、顔出ししたら途端に 10万人とかチャンネル登録バーンと来るんやろうけど、私みたいなもんが顔出ししたってね、もうリスクにしかならんのでね。まあ、顔出してチャンネル登録1000人超えるって、まあ、そんなんやったら顔出してもいいけれども、多分ね、そんな簡単なもんじゃないと思うんで。私半年やって17人ですからね、チャンネル登録数、2019年12月12日今日現在、今現在で17名、過去最大が18名です。最大から3人減って、で最近2人増えたんで、まあ17名。YouTube の規定といいますか、審査基準としては、チャンネル登録者数1000人超えないと、収益、広告収入とかに関わるような収益の審査してくれないみたいなので、あれです、まあ当分というか、よっぽど登録者数が跳ね上がらん限りは、私も YouTube にお金いただくっていうことはないので、まあ、趣味の域を出ないというか、ボランティアの域をね、出ないというか、ボランティアと言うたらちょっと押し付けがましいというか、そんなものになってしまうような気もしますが、映り込みほんま嫌やな。12時48分、新神戸トンネルを生田川の出口に向かって走ってます。国道2号出口っていう言い方ですね、このトンネルは。まあ、生田川の入り口のところに降りてくるんで、もう私は生田川やと思ってるんですが、はい、まず新神戸駅出口というのがあるみたいですね。ここ降りたことないです。終点までいつも行ってしまうんで、中途半端のところで降りないので。工事してるね。こういう車線規制ね、ラジオ入れたら多分言うてると思うよ。それだけやの。言うてないね、毎日放送やな、ね、これ。こんちはこんちゃんやな、これ。トンネル内で工事を行っております。気をつけてお通りくださいみたいな、ずっとエンドレスで流れてるようなラジオが、もうラジオチャンネル問わず、 FM AM 問わず、どこに向けてても、トンネル内の交通情報をやるときには乗っ取られて完全にやられるはずなんですが、今放送してないみたいですね。完全に1車線潰して工事してるんやから、そういう時は言うたらんかいと思うんですけどね。はい、ガラガラに空いておりますね。よかったよかった。まもなく国道2号の出口です。逆光が眩しい。はい、渋滞ゼロです。信号一発で行けるパターンです。これ、ここが渋滞、この信号待ちが渋滞しておると、まあ大変なんですよ。え、200メーターの渋滞なんでこんなにかかるのみたいな。急いでたりしたらね、まあ本当にもう心折れるというか、イライラするというか、
から調べずにここ来るっていうこと自体珍しいんですけどね、その渋滞はまるのが嫌なんで、それが嫌だからあの六甲の山道、あの峠道を攻めて、あのカーブ攻めまくってまであっちのリスキーな事故する可能性の高い方の道路通って、そこまでして魚崎から乗っかろうみたいなことするんですよ。この国道2号のこの出口、ここからの渋滞もそうですし、今度これ生田川の入り口も目の前、これ乗ったら乗ったでね、今度あの3号神戸線の渋滞があるんですよ。今現在電光掲示板読みますと、京橋から生田川 の、 あの西向きの出口じゃないわ、西向きの渋滞が2キロ、まあ、月見山まで15分と書いてますから2キロと書いてますが知れてると思います。西行きは京橋から生田川が2キロ渋滞、月見山まで15分の時間、そして東行き、私東行き行きますけれども西宮まで15分、これかなり早いですよ、西宮まで15分やったら。で、あの真谷から生田川1キロ渋滞となってます。まあ慢性的に1キロから2キロは普段渋滞しておる区間です、真谷生田川間っていうのは。もう1キロって書いてるっていうことは、上乗ってみたらその空いてはおらんけれども流れてるよぐらいの流れはしてるんじゃないかなと予想しますが、いかがでしょうか。はい、信号青になりました。もう信号3台目くらいなんで、4台目か、一発で行けますね。阪神高速3号神戸線の生田川のインターチェンジ入り口です。右が姫路方面、左が大阪方面。まもなく斜め左方向です。はい、左大阪方面取りました。令和元年12月12日木曜日12時53分です。阪神高速3号神戸線東行き大阪方面、制限速度はずっと60キロです。もう50キロの区間とかはないと思います、この先。どうかな、環状に合流するときとかどうかな、ちょっとそこまで行かないんでね、私が通行する区間に関してはもうずっと60キロです。あと月見山方面行かれる方は、若宮のカーブのところ、あそこが50キロになるかな。若宮カーブからあの月見山を、終点月見山出口、あそこも50キロですね。そのまままっすぐ行って第二神明の須磨の料金所、あそこも50キロちゃうかな、多分。まあほぼほぼ3号の神戸線は60キロの道路だと思っておいてください。はい、マヤから生田川まで1キロの渋滞と出てました。で、今看板にありました通り、あのマヤの出口まで 800m ですね。だからもう1キロの渋滞も始まっておるはずなんですが、渋滞と言うておりますけれども、あの流れてますよね、これ。今私60キロぐらいで走っておるんですが、制限速度60キロの道路を減速することもなく60キロそのままで十分走れるぐらいと。まあ、1キロ渋滞と書いてますが、これは渋滞とは言いませんね。車が多いっていうだけで別によどんではおりません。はい、マヤ出口ですね。これあの看板ご覧ください。5号湾岸線の住吉浜入り口の乗り継ぎ、こちらからできます。ただね、5号湾岸線の乗り継ぎはもう大昔からずっとやっておる、あの定番のルートなんで、まあ、平日の日中とかは結構トラックが乗り継ぎでそちらの道路行きますもんで、結構ねその乗り継ぎするまでの一般道が激しく渋滞するというか、まあうんざりするぐらい動かへんわみたいなことになるかと思いますけれども、今日ぐらいね、今日の今の時間ガラガラやったんですけど、あれぐらいガラガラやったら、まあスムーズに乗り継ぎもできるんじゃないかなと思います。
5号湾岸線は住吉浜に接続しますし、まあ、そのまま住吉浜乗らないんであれば、あの六甲アイランドの方に行ったりもできます。マヤ出口はあったけど、マヤ入り口なんかあったかな。こっちの大阪向きの東行きはマヤに入り口なかったかな。あったと思うんやけどな。あるとしたらもう言い忘れてますね。あ、こんなところ、あの普段は渋滞してるんですよとか、湾岸乗り継ぎですよとか、そんなことばっかり言って、あのマヤ入り口あったとしたら言い忘れてます。ごめんなさい。またあの編集するときにあの文字で入れますんでね。もう通り過ぎ、だいぶ通り過ぎてから言っても仕方ないんですけどね。はい、もう間もなくあの魚崎の入り口がございます。東行き魚崎入り口がございます。まあ、先ほど申し上げたように5号湾岸線に乗り継ぎするあのマヤという出口大変混み合います。あの出口あの下ったところですぐ信号がありまして、まあ、住吉浜の方に行く車ばっかりなのであの偏ってしまうんで、あれです、あの信号赤でその後ろずっとつながりますと、あの本線までずらーっとつながって、本線つながるだけでなくてもその渋滞が延々とつながって、あの生田川までつながるよとか、京橋までつながってるよとか、もう柳原、港川、もう須磨までつながってるよとか言ったら、もう10キロ以上の渋滞みたいなね。そんなもう、まあ、マヤを先頭にっていうか、マヤはまあ毎日混んでますんで、あれですけれども、まずマヤで1回混むっていうのと、この今度、魚崎でもう1回混みますね。で、その次、深江で混みます。で西宮はそんなに混まないかもしれませんが、まあ、名神高速に入る入り口があるんですが、まあ、それを越えたらちょっと落ち着いてくるのかなと。それを越えてしばらくしたら今度3車線になりますんでね、道広くなるしちょっと交通もだいぶ落ち着くんで、西宮過ぎるぐらいまでの、まあ、渋滞があるとしたら辛抱かなと思います。西宮を過ぎますと次エビエぐらいから混み出すかな。もう環状線に向けて神戸線はエビエぐらいからもうビターッと止まるような渋滞が始まるかもしれません。はい、こちら、魚崎入り口、魚崎入り口です。私がいつも六甲有料道路峠を攻めて六甲山トンネルをくぐってビャーッと降りてきて一般道を走っていたら、それでご紹介しているのがこの魚崎入り口ですね。ここから乗るような形になります。だから新神戸トンネルが渋滞してるとか、あとマヤ生田川間が渋滞してるよとか、そんな関係ないんですよ。もう魚崎まで来てしまえば、深江が800m 先と看板出てますが、深江の渋滞にはハマるかもしれないけど、魚崎から西川の渋滞にはハマらないということで、まあそういった意味もありまして、わざわざカーブのきつい峠道、大型トレーラーで峠道を降りてくるみたいな、そんなことをするっていうのは、まあ、渋滞が嫌やなという、まあ、それだけのことですけどね。まあ、深江の出口で出られて、もう出口出られてすぐ一番右端にすぐレーンチェンジ
します。まず一発目の信号はすぐ曲がらないんですが、二発目の信号、大きな信号がありまして、それを右に曲がりますと深江浜という方に行けます。深江浜からね、また阪神高速両方向に多分入り口あったと思います。多分じゃなくて両方向にあるんですよ。ですから住吉浜で無理やり乗り継ぎされなくても、ETC の車の方は距離料金なので、現金の方しか乗り継ぎは関係ないんですよね。もう今の時は現金の方は乗り継ぎ所で乗り継ぎ券発行してもらわないと、もう一回午後湾岸線で乗った時にもう一回お金取られることになるんで、現金の方はちょっと乗り継ぎ券発行してくださいということを言わないといけないんですが、 ETC の方も距離料金なんで、別に乗り継ぎ所を通ろうが通る前がもう前で降りようが深いで降りようが関係ありません。なので空いてる方で行こうかなと思うと、深江浜の方から乗り直すと午後湾岸線スムーズかなと。この深江までがすぐ来れるんであればね、深江から渋滞してるのにお前何言うとんねんみたいな、そういうことでしたらちょっとこの渋滞がしんどいっていうことで早めに前で降りてしまうというのも手なんですが、まあこの深江渋滞してるよっていう時は住吉浜の乗り継ぎのその一般道のルートも大変混み合ってるかと思います。うわ降りんかったらよかったわとか言うてるかもしれませんね。そうなるとね、まあそれ全部結果論なんで行ってみないとわからないんでね、行ってみて案外空いてるやんっていうこともまああんまりないですけれどもね。どうしても午後の湾岸線出たいんであれば、住吉浜で行く乗り継ぎの正規ルートで行くか、深江浜で降りるか、あと西宮で降りて西宮浜へ行くかぐらいですかね。鳴尾浜はちょっとこっち向きの出口では鳴尾浜で降りれないんで、鳴尾浜っていうか鳴尾の交差点の手前には降りれないので、そうですね、西宮で降りるんであれば鳴尾浜から乗るんじゃなくて西宮から乗る感じになりますかね。もっと先で言いますと海老江ジャンクションで2号淀川左岸線っていうので北方ジャンクションまで行くと、16号大阪高線や4号湾岸線、5号湾岸線、この3つ行けますんでね。まあ、どこに行くかによってとか、その都度どの部分が渋滞してるかとか、その交通状況によりけりで、乗り継ぐルートを考えられてもいいのではないでしょうか。反対車線は芦屋料金所かな、これは本線料金所もございますが、こちらの東行き大阪方面行きは本線料金所ございません。ずっと本線料金所みたいなのもなかったと思います。天ヶ崎にあったんですけど、あれ撤廃されてパーキングエリアになってますんで、今天ヶ崎の料金所なくなってます。古いカーナビは料金所があるよって一生懸命言うんですけどね。はい、阪神高速3号神戸線芦屋入り口です。芦屋入り口乗ってきた車が合流してまいります。制限速度60キロです。はい、芦屋入り口から合流のレーン、そのまんま一番左端っこ、これそのまんま今度そのまんま東じゃなくてね、あれですよ、西宮出口になります。甲子園方面と書いてますね、西宮出口。およそ2キロ先、分岐を右方向です。今の出口降りられて信号1つ2つ目ぐらいかな、これもまた一番右に
あのレーンチェンジしていただいて、あの右折していただくと西宮本町という交差点ね、国道43号線の西宮本町を右折していただくと西宮浜に渡ります。西宮浜に渡ったところを左に曲がったらすぐに入り口がございまして、阪神高速5号湾岸線大阪方面行きっていうのに乗れます。反対方向神戸方面行き六甲アイランド向きに関してはちょっと西宮浜ではなくその次の南芦屋浜まで入り口がないんですが、まあそれはそれで西宮本町右に曲がってまっすぐ行って西宮浜に降りたら阪神高速の桁下をくぐるような形で右折していただいて道なりに行きますと南芦屋浜の入り口ございます。まあ東西どっち方面も行けますが西宮浜入り口という入り口、その名前の入り口に関しましては大阪方面にしか向き、そっち向きしか入れませんのでご注意ください。はい、ただいまの時刻13時07分です。西宮インター越えて 2,3 キロかな、ね、2,3 キロを走りますとこうして名神高速の入り口があります。この名神高速の入り口、西宮の入り口、これもまた危ないんですよね。一般道からの合流とか、まあ、連続合流みたいになってまして、で合流 の滑走路が短いんで合流しようかなと思ってふと横見て横に並ばれておったらもう急ブレーキ踏まないかんぐらいの全然滑走路の余裕がないんで、名神高速に入っていくのに降りていかれる方は十分注意してください。天ヶ崎西3キロ大和田9キロと書いてました。ちょっと防音壁で見えないんですが、右手に甲子園球場 のライト、この眩しいやつが、あれが見えております。高速神戸線東行き大阪方面行き、制限速度60キロです。2019年12月12日の木曜日13時10分になりました。今現在西宮から、名神高速西宮の入り口の分岐も越えまして、まもなく3車線になるところですね。一応3車線になるところは向こう側入り口というのがございます。国道43号線鳴尾の交差点のところに入り口がございまして、この先合流があります、注意してください。この合流は、向こう側入り口の合流となります。阪神高速3号神戸線、東行き向こう側入り口でした。こっから先カメラオービスいっぱいあります。スピード違反しないようにお願いします。制限速度60キロです。何箇所あんのっていうぐらいいっぱいありますんでね、ご注意ください。
尼崎西の出口です。尼崎西の出口です。はい、はい、大和田まで5キロ、海老江まで7キロ、環状線まで12キロですね。海老江から環状線までの間が混むんですよね。その区間5キロほどの間がね、まあ慢性的に昼夜問わずというか、いつ見ても渋滞で動いてないなみたいなイメージもありますけど、喋りっぱなしなんでね、喉おかしなってきましたね。お、そうなの。新しい情報が、新しいというか今まで知らんと使ってたんかいみたいなことですけども、3号神戸線の東行きにしかございませんが、尼崎本線料金所というものが今カーナビが料金所ですって言いましたけれども、もう撤廃されてありません。そのなくなった跡地にパーキングエリアができました。尼崎パーキングエリアと言いますが、そのパーキングエリア大型車がね10台ぐらい止めれるかな、まあそれぐらいのスペースあるんですが、今黄色い看板今気づきましたけれども、これ最近ついたんちゃうかな、この看板。前までこんなん書いてなかったと思うけれども、トレーラーは利用できませんと書いてます。私今まで何回か止めてるんですけどもね、できないことはないんですよ。ないんやけど、やめてくれということで新しく看板増えたんちゃうかな。あれね、黄色い看板であんだけはっきり書かれとったらね、私も気づかんわけじゃないんで、多分昨日今日あれ看板増えたっていうぐらいの感じだと思います。まあ、以前の動画ちょっと遡って見てみたらそんなこともわかるんじゃないかと思うんですが、おそらくねつい最近にできたんやと思いますよ、トレーラー利用できませんみたいな黄色い看板は。まあ昼走ろうが夜走ろうが夜中走ろうが、あっこのパーキングエリアねなかなかね足りていく次第ではトラックレーンなんか空いてることないんですよね。ほんで一般車もね一般乗用車も止めるとこないよみたいな、満車ですみたいな、もう常に満車みたいな感じで、ちょっとトイレ行きたいのになーっていう時とか、あともう眠たってしゃあないから寝たいわーっていう時とかでも、はい、すいません、また温度上昇で途切れました。もう間もなくもう動画撮影やめるんで構いませんが、はい、尼崎のパーキングエリアのお話をしてる最中でしたが、熱温度上昇のため、シャープのアクオスフォンの、カメラが強制シャットアウトしました。これいつもある話です。はい、もうね間もなく目的地に私も着きますので、そろそろ撮影の方終わりたいと思います。チャンネル登録の方よろしくお願いします。いいねボタンね、いいねと思わんかったら別に押さんでもいいんですが、チャンネル登録できたらしていただきたいなと思ってます。よろしくお願いします。では長時間の動画毎度毎度ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼いたします。